皆さんこんにちは、マダリグルビジです。では今回は新規連の野望ベリーハードチャレンジシャア総帥編続きをプレイしていきたいと思います。前回アクシズ落とし作戦発動してますので、今回からはですね、アクシズに取り付いてくるロンドベルタイド撃破、これとですね、核パルスエンジンの防衛を行っていくことになると思います。陽動で出していたシャトリアのマリーラ、これはね、アクシズ方面に戻したいと思います。フロンタルも本来だったので、アクシズに向かわせたいぐらいなんですが、今、ルナ2方面に展開しているので、アクシズの方には、シャア、そしてハマーン、ララ、プルプル2、このキュベレーチームにマリーラを当てていきたいと思います。ギュネイはですね、今、スイートウォーターの防衛に入っているので、ギュネイもアクシズ戦には投入できません。で、すでにアムロを仲間にするストーリーは、諦めているので、このまま向かってくる敵を普通に撃破して回りたいと思います。アクシズ戦ですね。敵の部隊数88。ちょっと多いな、思ってたより。報告します。移動熱源がアクシズへ接近しています。これは巡航ミサイルです。迎撃をお願いします。ミサイルの位置確認しましょう。ミサイルは右下ですね。これシャア向かわせます。シャア向かわせればなんとかなるでしょう。で、巡航ミサイルの近くはですね、おそらく核を撃っ放してくると思うので、それに備えるために、ここはシャアに任せます。で、他の地域へと部隊を送っていきましょう。これ見る限りどうだろうな。ハマーンを急いで向かわせた方が良さそうですね。で、プルとプル2で、敵に備えましょう。ちょっと火力不足にはなると思いますが、持ちこたえてくれてる間に、部隊を展開しちゃいます。ナイチンゲールの位置をもうちょっと右下に移動させておいても良かったかもしれないですね。敵が入ってきたら即座に撃つっていうね。プルとプル2。ここでどれだけ敵を削ってくれるかっていうのも重要なファクターになります。巡航ミサイル軍はシャアに任せましょう。早速ここで一気に敵を減らしにかかります。シャアのパネルで数を一気に減らしましたね。マップの左側だいぶ核パルスエンジンに取り憑かれているので、ここに急いでキュベレーチューブ派遣します。核パルスエンジン完全に取り憑かれましたね。ちょっと回復させてる余力もないので、打ち死に覚悟で攻撃に入りましょう。キュベレーチームがなんとか核パルスエンジンの防衛に到着しましたので、これで破壊される前になんとか敵を、ね、排除して回りたいと思います。核パルスエンジンはちなみに2つまでは破壊されても OK だったと思うので、まあ、最悪ね、1個を絶対に守ると。いう、まあ、戦い方を模索していきます。核パルスエンジンが1個やられた。あと2つ。まあ、ラス位置になるのはすごく怖いので、もう残っている2つは絶対に守りましょう。アクシズの核パルスエンジンが1機撃破されました。今のところ地球落下に必要な水力は確保できていますが、これ以上破壊されると最終加速が難しくなります。十分にお気をつけください。もうこれ以上ロンドベル隊を近づけるわけではいかない、まあそういうシチュエーションになりましたね。さあ、危険なケーラのリガ水ですね。これハマーンとプル2で攻撃しかけます。ここで少なくてもケーラだけでも落としておきたいですね。
射撃戦でケーラ撃破です。残ってるチェガンもこれだったら倒せそうですね。これで当面の危機は一旦去ったと言えると思うので、次なる第2波第3波へと備えをしておきたいと思います。巡航ミサイルも全て撃破完了ですね。報告します。ミサイルの撃墜に成功しました。全てのミサイルを撃破完了してまいります。さてシャアはこの後敵の総統の方に入ってもらいましょう。まだエネルギー余裕ありますね。ルナ2へ派遣した部隊より報告が入っています。基地内部には想定以上の核兵器が保管されており、余剰分を核搭載モビルスーツの生産に転用可能と。これ核搭載モビルスーツもう一度軍備として用意すると外交がすごく下がると思うので一旦見送りましょう。アクシズの核このままの戦力でアクシズの防衛、地球ココア作戦を行っていきたいと思います。さあアクシズの方にそしたらクシャトリア、そしてレーズン、これを購入していきましょう。うお、そうか、ソロモンからは敵がこれは押し寄せてきますね。一旦防衛ラインを作っておいて、その間にモビルスーツ撃破された分取り急ぎ生産し直しましょう。で、ヤクト動画とギュネイに防衛させます。ソロモンから出撃してきている敵の大戦力、これをギュネイのヤクト動画だけで抑えられるかというとちょっと難しいかなと思うので、サザビーのイリア、これも戻せるんだったら戻したいと思います。で、地球上空、これはアポリーとロベルトに任せましょう。報告します。ロンドベル隊の新手が出現しました。ここにアムロがいるはずですね。アムロは見つけ次第即叩き落とさないといけないですね。アムロのニューガンダムがいるな。このアムロのニューガンダム支えるのは無理だな。デニムリはまずアムロのニューガンダム孤立させるというのが重要になると思うので、まあ、シャアを拠点に入れて、他の部隊を先に潰しておきましょう。ここにいるのがアムロ、レベル19。いや、シャア大佐もですね、レベル20になってるんですけど、まあ、アムロ相手だとかなりしんどいかなという、まあ、気がしますね。キュベレーチューブ、ララーもレベル20。プルが17か。パマンが19。プル2が17ですね。マリーダさんもレベルもうちょっと上げておけばよかったかなっていうふうに思ったんですが、もう20、到達してますね。レズンも19。まあ、ジンは置いておいて、アムロを迎え撃つには前衛に、マシャード、ナイチンゲール。それと、クシャトリアですね。これ前衛に置いて、後方からハマーンたちのキュベレで戦おう。これが一番ダメージ少なくて済むかなと思いますね。ね。クシャトリアのところに、アムロから来たな。これレーズンと、どうだろう。ジンはやられるかもしれないな。クシャトリアも心配ですね。格闘戦になった時にどれだけクシャトリアがアムロの格闘を耐えられるかですね。レズンとジーンは格闘は食らわない位置にいるので大丈夫そうですね。なんとか捕らえてくれよ。大丈夫ですね。さすがはクシャトリアだ。お互いに格闘が一切当たらないっていうね、何なんだこれはっていう戦いですけど、まあ、十分に戦果は期待できるかなと思いますね。さあではアムロに攻撃しかけます。全く減ってないな。アムロは格闘になった時にキュベレーだとやられる可能性があるので、キュベレーは後ろに下げてですね、シャアのナイチンゲールとマリーダのクシャトリアで攻撃、直接攻撃ですね、仕掛けて援護射撃でキュベレー入れてます。
それにしても当たらなすぎだろうっていうぐらい当たってないな。これ落とせる気がしないですね。クシャトリア攻撃ほとんど当たらなかった。そう言ってる間にアムロが近寄ってきますからね、こうやってね。これで、レフルーラーが落とされるぞ。いや、アムロの周りにちょっとそうだな、一旦、囲いを作って、アムロのエネルギー切れ誘いますか。ちょっとそれぐらいしか思い当たる戦略がないですよね。ちょっともったいないですけど、ギラ動画を使ってアムロを囲い込みましょう。まあちなみにですね、確かに落とされてしまったレウルーラは痛いんですけど、レウルーラ自体今のは1番艦になってまして、この後ですね、2番艦、3番艦以降については推進力を改造したレウルーラ、これを建造中、あるいは建造済みになっているので、まあ、痛いは痛いんですけど、まあ、仕方がない犠牲だと割り切りましょう。核を撃ってくるか。戦闘を中断します。あれ、ブライトの、ラーカイランですね、きっとね。報告します。ルナ2へ派遣した艦隊は、核の搬出を終え、アクシスへ向け出発しました。で、心配なのが、スイートウォーター。ここも敵の大部隊を相手にしなきゃいけないっていう、この状況ですからね。ナイチンゲールでシャア、短期、一騎打ちですね。まあ、アムロを取り囲んでいるので、アムロには疲労度を、まあ、アップさせて、エネルギー切れを誘って、確実に撃破していくっていう作戦に切り替えてます。これでアムロケーキは完了ですね。で、ブライトのレウルーラにはレズンを出してます。これ以上ブライトに核を撃たれるわけにはいかないですからね。早めにブライトも撃沈しておきましょう。では、そのブライトに最後ね、キュベレーチームの支援を受けたレズンで撃沈していきます。アムロとブライト、両方撃沈ですね。まあ、クシャトリアや、まあもちろんシャアもそうですし、キュベレーチームに損害が出なかったのが一番大きいかな。ロンドベル隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。了解した。この後はスイートウォーターに迫っている敵の大軍、周辺区域の警戒に当たれ、これをね、迎え撃つ準備していきたいと思います。アクシス、地球へ落下します。どうだ。地上の拠点に深刻なダメージを与えることに成功しました。しかし、地球を寒冷化するには至っていません。作戦は失敗です。完全な作戦にならんとは。残存部隊に撤退信号を出せ。スイートウォーターへ帰還する。ロンドベル隊の決死の抵抗にあり、地球寒冷化は惜しくも達成されなかった。だが、シャアの采配の甲斐もあり、ネオジオンは
戦いを継続するだけの余力を残すことに成功する。立て直しのためスイートウォーターへ帰還の途につくネオジオン艦隊。シャアの地球人類粛清計画はまだ終わってはいなかったのである。作戦部より報告いたします。ロンドベル隊の抵抗によりアクシズ落とし作戦は失敗し、地球寒冷化を達成することは叶いませんでした。私の目的は父の理想を実現し、人類全体にニュータイプへの覚醒を促すことだ。それには地上の人間たちを一掃する必要があった。だがそのための直接的な手段が失われた。総帥、それでは。アンゼルム、地上の人間たち全員を手にかける必要がなくなったというだけの話だ。宇宙への人類進出とその革新を妨げる者たちは未だ存在し続けている。ならば私は父とそして私自身の宿安達成のため彼らを打倒してみせよう。総帥、連邦軍が艦隊の大部分を地球上空の守備に割いたため連邦の各宇宙基地の守備が手薄になっています。今ならば宇宙への進行が可能です。宇宙進行作戦を提案します。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねこの続きをプレイしていきたいと思います。